サンフランシスコ海軍造船所はカリフォルニア州サンフランシスコに所在するアメリカ海軍の造船所。同市南東のハンターズポイントに位置し、敷地面積は638エーカーに及ぶ。1870年に民間造船所として設立され、2つの艦ドックを所有していたが19世紀後半から20世紀前半にユニオン鉄工所によって買収され、後に ベスレヘム造船の所有となり、ハンターズポイント造船所と解消された。上空からの写真、1945年5月24日オリジナルの、ドックは岩盤に構築された。1916年には、カンドックが当時世界最大であると考えられた。全長は1000フィートを超え、最大の軍艦及び旅客船を扶養させて、使用するのに、 十分な大きさがあると言われていた。水深は65フィートであった。海軍はこのドックをサンディエゴとワシントン州ブレマートンの間の中間拠点として使用した。海岸線の大半は20世紀前半の間にサンフランシスコ湾を埋め立てて拡張された。海軍はサンフランシスコ湾での造船及び修理の重要性を認識し、 第一次世界大戦の間にハンターズポイントを使用する交渉を始めた。1920年に太平洋岸の海軍基地に関する議会の聴聞会がサンフランシスコ市庁舎で開催され、ジェームズ・ロルフ市長、土木工学者のマイケル・オショーネシーがハンターズポイントへの基地設置を主張した。造船所は第二次世界大戦が始まるとともに海軍によって、 再び重道され、西海岸における主要な造船所のうちの一つとなった。海軍は1941年11月に取得し、ハンターズ・ポイント海軍造船所と改名、後には、トレジャー・アイランド海軍基地ハンターズ・ポイント風俗施設と改名、1974年まで運用し、その後民間の船舶修理業者にその大半を対応した。 アフリカ系アメリカ人を含む多くの労働者が、造船所及びその他の戦時関連産業で働くため、この地域に移住した。戦後も多くのブルーカラーの産業がここに移動し、海軍基地及び民間造船所もこの地に泊まった。1994年に、海軍は基地再編の一環として造船所を閉鎖した。 最初の原子爆弾の重要なコンポーネントは1945年7月にハンターズポイントで従順に用インディアナポリスに積み込まれテニアン島へ運ばれた当時の大半の工業地帯同様にハンターズポイントは一連の石炭及び石油による火力発電施設を所有しておりそこから発生した売塩及び燃焼による 副産物の両方を原因とする汚染という負の遺産を残すこととなった。基地は1994年に完全に閉鎖されたが、大量の有毒廃棄物の浄化の必要性は未だに考慮されている。第二次世界大戦後、及び1969年まで、ハンターズポイント造船所には、海軍核防衛研究所の施設があり、それは、 アメリカ軍最大の核研究のための大型施設であった。ハンターズポイント造船所はサンフランシスコフォーティナイナーズの新本拠地を建造する予定地として考えられた。ありがとうございます。